湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何も誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。まあこういうのって母子家庭にありがちっていうか、まあうちもシングルマザーだった。堀先生、児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。豚の脳なんだよね。湊の脳は豚の脳って入れ替われてんだよ。いつも麦野くんを叩いたりしてます。なんだよそれ。お話伺いたいんですけれども、よろしいでしょうか。戦争だった化け物ですよ。怪物だーれだ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょう。人間？怪物。